竜太刀、英語、ロンテイというフェスティバルは、中華人民共和国の北部、特に北京周辺において、旧暦2月2日に行われている伝統的な行事である。名称は、竜が頭をもたげるを意味する。古来から、竜は雨をもたらす神だと信じられており、かつて農業が主要な産業であった。時期の中国では、この時期に竜を祀る、竜太刀は重要な行事であった。 すなわち、河北地方では、旧暦2月上旬にあたる時期に、寒気から雨季へと変わることから、その年の豊作を期待して龍に闇を願うのである。春流雪とも、玉皇大帝宣誓章には、龍大統の由来となった伝説が残っている。側天武功が皇帝となった頃、国王が唐から州に改められたことに起こった玉皇大帝が、大白金星を通じて、 数拝竜王に対し降雨を3年間止めるように命じた。しかし玉梁が地上の人々が干ばつで苦しむ様子を見かねて独断で雨を降らせた。玉皇大帝は玉梁を地上の山の中に千年間監禁し、金豆の花が咲くまでは天に戻れないという罰を下した。人々は玉梁を助けようとしたが、金豆のある場所すらわからない。 手をこまねくうちに迎えた二年目の二月一日、市場で金豆と称して、とうもろこしの実が売り出された。人々は、金色をした、この実を入れば、花が咲くはずだと考え、こぞって、とうもろこしの実を入り、翌二日に、いった実をもって玉料が閉じ込められている山に集まった。玉料はこれに気づくと、大白金星に、金豆の花が咲いたから山から出してほしいと呼びかけた。 大白金星は玉陵に同情していたのですぐに玉漁を解放した。玉漁は頭をもたげて空へと舞い上がり、乾いていた地上に雨をもたらした。この出来事に由来して、旧暦2月2日は竜太刀の祝日とされ、その日はトウモロコシの実をいって花を咲かせ、雨の恵みを願うようになったという。店で供される春持ち流大島の行事が始まったのは、 元の頃だと言われている。古くは農業が最も重要な産業であり、春の始まりとされた旧暦2月2日はその年の豊作を願う祝日となって、主に漢民族の間で伝統的に祝われてきた。しかし今日では農業従事者が減ったこともあり、特に都市部では流体島の行事は廃れつつあるという。流体島の日、中国北部では春餅などに、 竜の字の入った名前を付け、竜の木を取り入れることを願って食す。例えば春餅は竜林、水餃子は竜耳、うどんなどの麺類は竜種やタスク竜種と呼ばれる。特に春に収穫される様々な野菜を材料に用いる春餅は、そうした食材が入荷しにくかった昔の北京では、春を噛む食べ物とみなされていた。今日も。 春の始まりを祝う食品として多くの人に食されている。これらのほか、キビコから作られる林道も人気がある。旧暦2月2日は二十四節気の啓斥の時期に当たり、農作物に害をなす虫も出てくる。こうした虫を追い払うため、火を燃やして煙を出したり、塩に漬けた大豆を油で炒めて大きな音を出すなどの儀式も行われていた。ありがとうございます。